シムテック S951 は、シムテックが1995年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。11番車は、ドメニコスキャッタレーラ、12番車は、ヨスフェルスタッペンがドライブした。テストドライバーは、野田秀樹。シーズン第6戦からは野田がスキャッタレーラに代わって11番車を、ドライブする予定であったが、チームは、第5戦終了後に、F1 から撤退した。 エンジンは、フォード、コスワース、エドブ3.0リッター V 型8気筒を搭載した。チームのメインスポンサーは MTV であった。S951 は、シムテックのオーナーであり、技術部長でもあった、ニックワースと、シムテックリサーチのチーフデザイナーのポール・クルックスが設計した。前年型の S941 の直接の発展型であり、 ローランド・ラッツェンバーガーの死亡事故を踏まえて、堅実で単純なマシンとなった。前年型からの大きな変更点は、エンジンとギアボックスであった。ギアボックスは、ベネトン製を採用し、エンジンは、コスワース HB からエドブに変更された。ベネトン製のギアボックスは、ベネトンのテストドライバーであったフェルスタッペンを起用することの代償として対応されたものであった。 S951 は1995年の F1 カーの中で最後に完成したマシンでテストは最低限の回数しか行われなかった。S951 は S941 よりはるかに競争力を持っていた。フェルスタッペンとスキャッタレイラは何度か完走を果たした。フェルスタッペンは予選で注意クラスにつけ彼の最高位はアルゼンチンでの14位であった。 決勝ではトランスミッションのトラブルでリタイアに終わった。また決勝における最高のパフォーマンスは同じくアルゼンチンで一時は6位を走行した。しかしながらチームにとっての最高成績はスキャッタレーラのアルゼンチンにおける9位であった。第5戦モナコでは両名ともスタートに失敗する。最終戦となったこのレースではいずれもリタイアとなっている。チームは 設立からの18ヶ月で600万ポンドの累積債務を抱え、ワースは次戦のカナダ GP を欠場し、スポンサーからの資金を確保して、フランス GP への参加を目指したが失敗に終わった。チームは破産し、撤退を余儀なくされた。S951 は1995年7月に行われたオークションで売却され、フェルスタッペン社が18000ポンド。 スキャッタレーラ社は1万6000ポンドで落札された。S951 は1995年から展示されていたが、2006年に初めて走行した。2007年にはユーロバス選手権で使用され、ポール・スミスとピーター・アレクサンダーがドライブした。ありがとうございます。